アニメウマ娘さんキブラメンテ登場でアニメーターの方々が明かした衝撃的な裏事情が話題に、に対するみんなの反応。アニメーターの人が半年間ブラメンテのことを黙ってたとポストしててビビった。脱帽だわ。半年前には許可取れてたのか。1話冒頭書いたって話だから許可キャラデザはさらに前だぞ。偉いな。頑張ったなぁ。すごいな。どうやって隠し通せたんやろ。膨大な人数が関わってるからどっかから漏れなきゃ楽におかしいまであるやん。みんなウマ娘コンテンツに全力だったんだろう。本当にスタッフに恵まれてるわ。普通コンプラってのがあって漏らす方が社会人としておかしいんだ。アニメのキャラデザの人、キービジュの隙間がという指摘見た時はヒヤヒヤしたぜ、とか言ってて草。まだ隙間がありますねクオレは。なんならクラウンとか移動してるし、サウンズオブアースに至ってはちょっと小さくなってるからな、いくらでも入り込めるぞ。潜り込めそうな隙間、おそらく4つほどとワイ君は予想するで。4つどころかもっと増えて画面ギチギチにしてほしい。ブラメンテサプライズでもうすでにお腹いっぱいだけどこれ以上期待してもええんか？太り気味じゃすまんで。隙間があるとは思ってたけどまさか配置自体を変えるとは、この李白の目をもってしても。左上にゴールドアクターが追加されそう。俺が関係者だったら情報を漏らしちゃいけないプレッシャーで胃が爆発してる。もし放送前にこの重大なリークがあったら、今の感動や驚き、何よりアニメ関係者の努力と苦労が水の泡になっていた。胃に穴が開いた人もいたかもしれない。胃の穴に感謝。関係者の皆さんには頭上がらないし足向けて寝られないし帽子も脱いだ。ついでに服も脱げ。第一話の前に全丸待機してないの？ただしネクタイはしておけ。まだ隠してるんだろ？ちょっとジャンプしてみ。ジャンプ、ジャンプレース、タガノエスプレッソ実装、空振り、タガノエスプレッソ実装、空振り。そういえば障害競争好きな人たちが X でタガノエスプレッソ見つけてめっちゃはしゃいでいたな。そういえば同期だったなおじじ。まだあるに決まってんじゃん。第1話のデムーロジャンプは伏線だった。ジャンプしただろ1話に2度も。3期公開前で一番言われてた話題だったからな。ブラメンテ、ブラメンテがどうのこう騒ぐ視聴者見ながら食う飯はうまいか。すげえうまそう。いっぱい食べてほしい。ハムハフハフハフ。ブリュスクマンもすごいすごいと言っています。ブリュスクマン、ほなまたブラメンテお前消えるのか。違う、一つになるんだ。サイゲの手のひらの上で見事に踊らされていた俺はお笑いだったぜ。しかしまだまだ隠し玉ありそうなんだよな。まだ登場しきれていないキャラも多いとつぶやいていたスタッフさんもいたから期待してしまうな。確かにアニメ制作のスケジュール考えれば半年前には許可取れてないとおかしいよな。ハフバで発表なかった時はギリギリまで交渉続けてるとかいう意見もあったりしたけど、現実的にありえんわ。普通のアニメキャラデザと違って、ゲーム側で設定とデザインや声優を固めた上でアニメに輸入されるわけだから、許可自体は半年とかじゃ足りないと思うわ。歳月まだ何か隠してんだろ、ジャンプしてみ、おら。アニメは制作に2、3年はかかるから長いこと辛かったろうな。おら、他にもまだ新ウマ娘隠してんだろ、ジャンプしてみ。ぴょんぴょんポロッポロ。ポロポロ出るにしては大物すぎる。まあまあ実現性が高い。オルフェイブルはもう間違いなくいずれ出るだろう、レベル2までジャンプアップしたからな。オルフェイブルとブエナはまあそのうち来るだろうね。だけど放送前からネタバレが当たり前だった、とんでもないアニメがこの世にあるんですよ。リークしてバズりたいなんてやからも多い時代にスタッフに恵まれてるな。現場はとんでもない緊張感があったろうな、でもすごい大役でテンションも上がったろうな。本当によく何の情報も漏れなかったなぁ、偉いわ。コンプライアンス守るのは当たり前といえばそうなんだが、アニメ制作会社からもサンデーレーシングからも全く情報が漏れてないのは本当にすごいと思った。ウマ娘のウマルラシってことしか思いつかない。ウマ娘のウマルラシはちょっと。マーベラス。リリース当初は実装スケジュールリークと思われる個人つぶやきがあった。
あと耐震実装は発表前に DMM バナーから漏れた。頼むー、レインボーライン隠してるんだろう？お願いしますー。半年前から作画やデザインが進んでるなら、去年の夏のセレクトセールあたりには藤田社長経由で吉田代表と話がついてたのかね。藤田社長は会う人会う人に馬娘サイゲの社長と勘違いされてるけど、コンテンツにとってプラスに働くなら訂正せずそのままにしときますねって答えてる記事があった気がする。日本のアニメ関連は口が硬いよな。逆に海外は声優とかぬるぬると語るよな。まあ馬娘も怒涛あたりは漏れてたけど。教訓は生かされたってことでしょう。1年目の白馬以降は特には効かないし。言えないのストレスでもあるだろうけど手のひらで踊らせてる快感も同時にありそう。これがあったから先行上映もできなかったんだろうな。ダイヤちゃんの頭がでかく見えるあたりもすごく気になるんだよな。頭と萌え袖が映るだけで下半身はもっと隠れる配置になるはずだったんじゃない？アニメーターだけじゃなくて外部のフィギュア制作関連でも隠し通したからな。まあフィギュアに関しては制作決定ってだけなのでそこまで多くの人はまだ関わってなかったんじゃない？このご時世で守り抜いたの本当に尊敬するし、プラメンテイの敬意も感じられる。多分許可取れたの休止してそんなに経ってないでしょ。サイゲが何かまだ温めてるのかもしれないなぁ、という気はしてるけどどうだろうね。新参が出てくるとすると、三女神的な立ち位置か、昔のトレセン学園を舞台にした外伝か、そのあたりである気がするけど。そんなに期待せずに待つ、くらいが良さそうだよね。漏らしたから計画破棄もあるよ、アニメでそこまでやるかは知らんけど。最終的にギッチギチに密な状態になるキービジュアル。すごく体制が関わってるであろうプロジェクトで、加えて SNS 全盛の現代で全く漏れなかったのは普通にすごいと思う。これはまだ隠し玉があると期待してしまう。バカライブとか情報出るたびブラブラトレンド入りしてるのまだ笑うなするのそりゃしんどいわ。残りの隙間には俺が入ることとする。おっとっと、ぶつかったぶつかった、弾き飛ばされたのは、不利がありました。あの山本まさも隠し切ったという事実。これからも隠し玉が来る可能性があるってことやなぁ、アニメもアプリも楽しみや。仮に事前に匿名でブラメンテの許可取れててアニメに出るぞ、とかツイートされててもどうせ信じないもんに。やっぱりブラメンテがいないと、いるんだなぁこれが満面の笑みで。アニメ放送前からアニメでブラメンテサプライズ登場あるかもって願望込みで散々言われてたのもプラスに働いたのかもね。許可取れる前から馬娘 D カリとかで作っていたのかもしれない。最悪ダメなら現実スティールっぽく軽く名前をひねって放送していたかもだ。ただ本当に良い風向きになってきたな馬娘は。プラメンテが来ても新ビジュアルに誰か入りそう。カノープス組の新馬娘はビジュアルに入るだろうか。これでもし13は全部一人ずつ新馬娘で続けたらやばい。キービジュの隙間についてここで言及ってことはもう追加はない感じなんかね。メインストーリーで文獣と外専門賞の名前出て大騒ぎになった時も楽しかったんやろな。相当厳しいし義務契約各関係者と結んでそう。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。